倒立の練習上級編2つ目のトレーニングをしていくにあたってお話しなければいけないことがあります。まず地面で綺麗な倒立を、動かずに止まるっていうのはめちゃめちゃ難しいです。これはすぐにはできないと思います。本当にトレーニングを日々重ねていって倒立が熟練されていかないと地面で倒立止まるっていうのはできません。なのでまず今回は動きながらでも倒立の姿勢を維持できるっていうのを目的としてやりたいと思います。止まるのは難しくてもなんとか これはまず最初にできるようにならなきゃいけないステップだと思うので、これができるようになるためのトレーニング法を2つ目で紹介したいと思います。壁倒立で行うトレーニングです。壁倒立は、倒立の初級編の動画で少しやったんですけど、初級編では斜め45度で練習しましょうっていうふうに言いました。でちょっと慣れてきたら壁に少しずつ手を近づけていくっていうふうに説明をしたんですけど、まず自分のできる範囲で壁倒立をやります。で壁倒立の状態で交互に手を地面から離すっていうやつなんですけど、一回やってみます。こんな感じです。最初ここまでスムーズにテンポよくやるのは難しいと思うんで、これがまず、ちょっと難しい子は最初足開いた状態でやると簡単だと思います。じゃあ足開いた状態でやってみます。こんな感じですね。このトレーニングをすることで体重移動っていうのが分かってきます。左手に体重を乗せる、右手に体重を乗せるっていう技術を養うことができます。これをできるようにするとどんなメリットがあるかっていうと、さっきお話ししたみたいに倒立の姿勢を維持するっていうのがまずできるようになります。倒立落ちずにずっと倒立で動きながらでも、耐えることができるっていう技術ですね。それ以外にも倒立歩行という技ができるようになります。倒立歩行っていうのはその名の通り倒立で、歩くっていうことなんですけど、一回やってみますね。こんな感じのものになります。僕は今前に進んで後ろに下がってっていうだけだったんですけど、横向きに移動するっていう倒立歩行もあります。これは全部体重移動、しっかり倒立での体重移動っていう技術がないとやることができません。これね、今の壁倒立のトレーニングをたくさんやると感覚が本当についてくるので、こういう風に遊ぶこともできるようになってきます。今回はマットの倒立上級編ということで2種類のトレーニングを説明しました。まず1個目ですね、立った姿勢から倒立の姿勢までしっかり、持っていくっていうトレーニング。これはね、倒立前転だったりとか、あとハンドスプリングっていうものの練習を始める上で、重要なトレーニングになってくるんで、いっぱい練習してもらえればなというふうに思います。それで2つ目のトレーニング、壁倒立の体重移動なんですけど、あれね、本当にたくさんやると倒立にもっと慣れていって倒立で本当に歩いたりとか、あと倒立ずっと倒立しているとかっていうことができたりするんで、あれもねぜひ練習してもらえればなっていうふうに思います。今回の動画面白かった、ためになったというふうに思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやってるんで説明欄からフォローお待ちしております。それではトレーニング頑張ってください。バイバイ。